高野水池は中華人民共和国支線小東部に位置する地球市。東商平の出生地で、高安区境京鎮解坊村に聖火と記念館がある。高野水池は、南は、重慶市に接し、西は、水年市よもぎ経験と、南三鶴市しか両区、高津牧、北は、南三鶴市、よもぎ安県、東は、達市州市拠県、大竹県が接する。 面積6344平方キロメートルで、東西130キロメートル、南北90キロメートルにわたり広がる。地形は東高制定で、花山が、高野水地域を分割しており、地域内の地形は様々である。東部の隣水県は、川東の終局山地に属し深い山や谷が平行に走り、港安区、花市、竹勝県、竹池県は、 川中の丘陵地帯に属し、下陵港と巨港が丘の間を流れる。丘陵地の面積が4091、平方キロメートルと地域の64.66%を占め、高い丘が4.3%、山地は23%、平地が8.3%を占める。気候は熱帯で、年平均気温は17度ほど、1月の平均気温も6度と、冬でも温暖。 7月は平均気温は27.8度になり、暑い日は40度を超えることもある。年平均降水量は 1014mm から 1282mm の間。高野水池は巨庫沿いに東から四川盆地へと入る戦略上の要所である。四川省北部と東部が混じり合うところで歴史上様々に分割され、 南三や重慶など、周辺の中心都市に属してきた。成長に入り、現在の竹勝県は川津馬道の重慶府、合衆の管轄下となり、現在の広安区、花市、隣水県、竹池県は、川北道の純景府の管轄下となった。中華人民共和国に入ると、公安区、花市、竹勝県、竹池県は、南三地区に入り、 隣水県は、多し県地区の管轄となった。1993年に、周囲の地区から離し、竹勝県、竹池県、港安県、隣水県を独立させ、港安県に、区所を置く、港安地区が設立されたが、1998年7月31日に、港安地区と広安県は廃止され、地球市、高安市となった。2010年6月中旬、 中国南部を襲った集中豪雨の影響を受け、市内は163年ぶりの大洪水。水位が7から10メートルに達するなど、市外の大部分が浸水した。西勝区、一県級、市、三県を管轄下に置く。広安、地区、高安一谷や川が多いため水力資源は豊富であり、水力発電用の大型ダムが多数建設されている。 また、石炭、鉄鉱石、石灰石、岩塩、天然ガスなどの鉱物資源も多様かつ大量。話には、炭水湖の天地湖がある。71ダム、新納ダム、全民ダム、そして、隣水県と重慶市長塾にまたがって、大交川ダムなどもある。2006年の市の GDP は281.11億元で、一人、あたり7493。 農業が主な産業で穀物、湯、豚、養蚕、果物などが主。工業は資源を使った原材料工業と防石業、食品産業などが中心。主な企業は炭鉱会社のほか、コンクリート会社や発電所、ビール会社など。中国豪雨被害拡大、死者146人。高安水地外の大部分浸水二千十一年六月十八日。 閲覧広しや職業技術学院 HP。ありがとうございます。